はい、どうもこんにちは。こんにちは。はい、リワインド渋谷店のテリーです。はい、ホビー大好きタレント高野浩平です。はい、よろしくお願いします。さあ、前回、はい、一日店長お疲れ様でした。ありがとうございます。いや、すごく大盛況でしたね。そうですね。はい、なんかちょっと全然撮れてなかったんですけどこの当時の様子がね、最後がすごかったし、閉店間際がもうなんかすごい店パンパンで、そうですね、広くなった渋谷店がやってるっていう状態で、はい、ちょっとドラクエ仲間の皆さんもみんなやってくださって、ね、そうですね、そうですね、はい、ありがたいことです。はい、ありがとうございます。はい、というわけでですね、前回の放送、はい、前回の配信をですね、見ていただいている方はですね、はい、これから何にチャレンジするかというのを分かっていただけたかなと思うんですが、うん、がなんと、はい、前回使ってたやつ、ヨーヨーが違ったんですね、まずね。ヨーヨーが違いましたね。のスタイルをやったんですけど、見たことのないヨーヨーたちがいっぱいありました。そうなんです。はい、で、今日はですね、はい、再び、もうあれですね、2回目の放送とかに近いですね、ヨーヨーを選んでいきます。懐かしいですね。はい。懐かしいですね。いろんなヨーヨーがあるんだよとかっていうの。そうです、そうです。もうね、ちょっと目の前にあるだけでも、もうずらっと並んでるんですけども、はい、今日はこれの説明をまたしていきたいなと思ってまーす。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これからチャレンジするのは JYYF 検定のセット4でーす。セット4。4でーす。はい。で、これの中にはですね、5つのプレイスタイルが含まれてきます。はい。はい。ワンハンドストリングトリック、ツーハンドルーピングトリック、ツーハンドストリングトリック、オフストリングトリック、カウンターウェイトトリックですね。はい。という感じで5つのスタイルをやっていきますと。はい。で、今先ほど話した通り使う道具が違いますと。はい。というわけでちょっとまずは解説をしていきたいなと思います。はい。はい。でですね、ワンハンドストリングトリックで使ってもらうのは今まで通りクラウン使ってもらいます。はい。クラウン使います。もうずっと長いこと使ってますね、クラウン。はい。はい。そして、ツーハンドルーピングトリックで使うのは、はい。もうおなじみ、セブン、ループ720です。はい。ここまでは大丈夫ですね。ここまではまあもう僕今まで使ってるものですからね。いつもの、はい、相棒です。いつもこっからぶら下がってるやつ。3つぶら下げてます、ね、3つぶら下げた、はい、そう、ここからっすよ。はい、はい、違うと、何かが違うと、見たことない、そう、見たことないやつ、はい、はい、というわけでここからがもう本題ですと。はい。で、続きましてはツーハンドストリングトリックですね。ツーハンドストリング、はい、前回アルさんが見せてましたね、はい、両手でスリープしたヨーヨーを使って技をやっていく、はい、いうことなんですけども、ここで使うのはなんとリプレイプロです。これがリプレイなんですか。そう、これリプレイなんですよ。色すごい綺麗で、俺が今まで使ってたリプレイとはまたちょっと違う、予想が違うんですよ。プロ、プロです。何がプロなんですか。なんとですね、はい、こちらは引いて戻ってこないバインド仕様のものをリプレイプロですね。引いて戻ってくる方がリプレイ、引いて戻ってこない方がリプレイプロになってます。なるほど。はい、中級者以上向けのね、クラウンと同じ仕様になったものがリプレイプロという感じになってます。はい、はい、これをですね2つ使ってやっていきます。はい。さあ、続きましてはですね、オフストリング、出た、でかい。そう、この間うちのイズルがやってくれてましたね。はい、紐から離れるですね、ヨーヨーが紐から離れて宙に舞うプレイスタイルをやります、うん、はい、でこれで使うのは岩倉レイ選手というですね、はい、もう本当世界屈指のタイトルホルダー、タイトルホルダー、はい、もうタイトル何個持ってるんだという日本の選手のシグネチャーモデル、コントレイルを使っていきたいと思います。はい、はい、実はね、ちょっとこれについた補足があって、はい、いろいろね、実は安いヨーヨーがいっぱいあるんですよ。まあ、クラシックでできてて、で、落ちても壊れないような、丈夫なものっていっぱいあるんですけども、はい、実は結構個人的におすすめのは、ちょっと気持ち高いハイエンドのやつがおすすめです。はい、結構ね、安いやつだと本当に丈夫にできてるだけだったりするんですよね。もちろん壊れないんで、すごいメリットはあるんですけども、やっぱりチャンピオンモデルとは違うんですよ。使い心地がやっぱり。はい、もう個人的にはもうプラスチックのヨーヨーとメタルのヨーヨーくらい、体感的には全然違うので、かなり違いますね。そうなんです。もうこれ1個あったら多分十分、もう長いこと使えると思うんで、これを使ってやっていきたいなと思います。はい、そして、はい、もう1個はですね、前回僕が見せた、はい、5A カウンターウェイトトリックというわけでですね、はい、これで使うのは、うん、なんと、ここに、ポンってこれが置いてある。はい、キャンディーダイスというサイコロを使ってやっていきます。本当、飴みたい。そう、飴みたいなやつ、うん、おかげさまで大好評。おー、はい、ありがとうございます。すいません。はい、で、これをですね、まあ、クラブにつけたりとかリプレイにつけて使っていきたいなと思います。普段指につけてるのをダイスにつけてやります。
これが 1A、はい、で 2A でこれ 3A、はい、4A で5A っていう感じですね、はい、なるほど。というわけで5つのスタイルにこれから挑戦していきたいなと思いますんで、はい、皆さん引き続きセット4チャレンジしていきますんで、応援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、次回の配信からはね、はい、実際にもう本当チャレンジしていこうかな。はい、はい、小江さん宿題めっちゃ出しますから。はい、これねすごいですよ。もう本当に今日、はい、例えば教えて今日できるっていう感じじゃないんですよ。だから小平さん毎回宿題が出ていきますんで。宿題かー。次からは小平さんのツイッターとかもフォローしてもらって、はい、あ、そうです、やってるチームを撮ってもらって、やってますよアピールしていきます。やってますよアピールを、はい、していただいてね、はい、というわけでね、引き続き応援もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それでは次回配信をお楽しみに。またねー、バイバーイ。いや、いいですね、いいですね、いろいろやっていく感じですね。はい、懐かしい気持ち。懐かしい気持ちですね。ヨーヨー始めた何ヶ月か前の感じがすごい僕は今再び蘇ってきました。